はい、そういうわけでですね、第2回、じゃあ第2回はね、ちょっと講師が変わりまして、チャゲです。ヤスケです。すいません。はい、そんなわけでね、大体レッスンって最初はこう月1とか、まあ月2回とか、だからこの間から大体2週間ぶり。2週間ぶりです。うん、まあ結構そのペースがメインかな。うん。うん、なのでちょっとね、どういう感じに練習してきたのかっていうのもね、見させてもらいながら。めっちゃ緊張する。さあ、はい、これね、意識してたら、だいぶ楽になってきたよ。最初めっちゃ痛くなかった。めっちゃ痛い。そうそう。ただ今でも終わったら、なんかおかしいですね。あー、そうね。練習終わったら。うんうん。はい、さあ、じゃあ行ってみましょうかね。はい、3の糸から。めっちゃ痛い。そう、まあ、それもそれも。お、すごいやん。うん。あ。そう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 。あ。ほ。すげえ。いや、いい感じ、いい感じ。間違わんとこうと思うやん。はい、失敗しやんとこうと思うけど、できひんことをしていくっていうことやから。はい。間違うことは気にしないほうがいいね、はい、うん、あってなっちゃったらその後こう乱れに、うんうん、なのでこう例えばミスったとしてもこれがこうなってしもてもそのままのテンポで進んでいくっていうことを、はい、心がけてもらえるといいかなと、はい、ほんまにいい感じ、いい感じ、ほんまにいい感じ、じゃあちょっと2の糸でいってみるか、これなんです、これわかるよ、それを気持ちよくなってきて、うん、意識しだしたらもうガーって回ってくる、ね、ああそうそう、だからなんか1で狙いに行くっていうよりは、はい、こうやってこう、ああ違う違うみたいな感じでこう気持ちいい感触を狙いに行く、じゃあ今日は、はい、今日は譜面に入っていきたいんですけど、はい、ギターのタブルと一緒、なるほど、うん、津軽三味線のこれ文化部っていう、はい、あの譜面の方式やねんけど、はい、これでいくと、ゼロ、うん、ゼロ、うん、ゼロ、うん、ゼロ、二の糸に行ったんで、うん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 、一の糸、うん、うん、うん、で、休符がなくなると、
なんですか。汗だくなの。いや最初はなんか手汗べちょべちょになるやん、はい、で俺もな、すごかったんよ、はい、手汗、はい、なんか治ったんよな、そう、ほんでちなみに、はい、これがあの、はい、これプラスチックやねんけど、はい、ちょっとこう黄色っぽく仕上げたりやん、はいはいはい、でこれはええやつが実はここは象牙なんだよ、でぽい色合いにしてんねんけど、なるほど、ほんまの象牙のやつやと、はい、ある程度その滑らずと吸ってくれるみたい、あ、ただちょっとあのお値段の方が据え置きかかってなるほどですね、時間ってやつ、そうです、そういうことですね、はい、いや、いっぱい言ったろうかなと思ったけど、いや、特にないから、ありがとうございます、残念やな、くそ、レッスンした日の、うん、その日に絶対復習落ちないと、何でも一緒ですよね、そらそう、そらそう、そらそう、忘れるんで、うん、そう、ほんで、この間言ってた家で練習するっていうやつね、はい、こういうその忍び駒っていうのがあるんよ、はい、あんねんけど、はい、この駒のところに入れるわけですよ、はい、もう駒として入れる、そうそうそう、ほんなら中の響くところじゃなくて、こう端にあって、ここがついてないから、はい、っていうことやねんけど、はい、けどこれね、ここにこここれがあるから邪魔なんよ、はい、っていうことだけ理解して使ってもらうっていう、はい、で、いろんなやつあんねん、はいはい、あんねんけど正直結構な値段する、なるほど、僕が使ってるやつは1万以上するかな、まあ、ちょっとそれ手加えて使ってるんだけど、あとまあその この部分が邪魔じゃないからやねんけど、まあまあちょっとこれも、はい、ただこれは、はい、変な癖つきますよっていう前提で使ってほしい、なるほど、うん、なるべくこれでやるとか、まあ言ったように、はい、ここをコマの代わりに消しゴム置くとか、はい、いろいろやり方はあるんで、はい、ね、やっぱりみんなあの家で練習するのが困ってるんでね、うん、まあそんなわけでね、はい、今日第2回目ちょっと僕の想像より上やったから、ああ、ありがとうございます、俺ハードル上げてるよ、はい、そうだね、うん、そんなことで第2回でした、ね、第3回はね、ついに、はい、こっちにこっちが、うん、急ピッチで行ってるけど、はい、頑張ります、うん、頑張ってください、企画なんで、はい、はい、はい、じゃあそんなわけでね、この後ちょっとお昼ご飯も食べていっていける、あ、もちろんもちろん、これさ、この YouTube の 見ましたって言ってくれたらさ、はい、30% オンオンオン俺も使っていいの、もちろん 30% オン使っていいの、もちろんです、1000円の商品がなんとなんと1300円、マジで。でサービスは？サービスはなしです。ああ一緒かよ。ちょっとうんなんか使わせてもらおうかな。やばいです。うん、いやでもマジでこれはずっとお店のみんなも心よく言ってくれてて、うん、こう YouTube 見たよとかそういうなんていうんですかね、トライアルのファンです。うん、そういう人らには何かちょっと、例えばですけど、その人らしか食べれないものとか、うっせやん、マジで飲み物とかちょっと考えてるんで、なるべく早くします、そうやね、はい、そうやね、そうやね、そうですね、すみません、いろいろあるとんでもないです、まあそんなわけでですね、そのうち店で弾けるレベルに達したら弾いてるかもしれません、頑張ります、ね、立って弾くやつもその調子いるし、はい、うん、お願いします、はい、そんなところでありがとうございました、はい、ありがとうございます、また次回お楽しみに、どうも。